TVFM AFM 78 Because of you with I Furihata時刻は深夜1時を回りました。レイ FM、フリハタイの Because of You。フリボーイズ、フリガールズの皆様、こんばんは。会いたい、愛して、愛日中。愛の三拍子、フリハタイです。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、11月4日、そうなんです。今日は、ナイトテンポさんの新曲、Be With You 配信リリース日です。ねえ、先週ぐらいにこちらのお知らせをさせていただきまして、もう驚かれた方も多いんじゃないかなと思います。まさかまさかの、まあ、クイックジャパンさんで連載していた企画から、まあ、ゲストで対談して、そこからのこう、まさかのフィーチャリングっていうので、いや、もう本当にこんな、光栄なことはないなって思います。なんか、うっかり忘れちゃうんですよ。ナイトテンポさん、本当に最近よく遊ぶんで、ついついうっかり忘れちゃうんですけど、すごい方なんですよ。で、私はもう、一ファンとして、リスナーとして聞いていた身なので、そんな方とフィーチャリングできて本当に嬉しく思います。Be With You フィーチャリング I フリハタというタイトルでリリースいたしました。いやー。で、まあ、音楽リリースと合わせてミュージックビデオもリリースされたということで、いやー、びっくりなことがいろいろ起きてですね、11月も盛り上がっているフリハタイでございます。で、今日はそんな80年代のいわゆるジャパニーズポップス、まあ、ジャパニーズカルチャーをこよなく愛するアーティスト、プロデューサー兼 DJ のナイトテンポさんがこの番組に、初登場ということで、番組にゲストさんとして遊びに来てくださいます。で、韓国と日本と日本とリモートをつないでお話を伺えればなと思います。ですので、リスナーのフリーボーイズ、フリーガールズの皆さん、じゃんじゃん、ツイッターの方、ハッシュタグフリーボーイでつぶやいていただければなと思います。ハッシュタグフリーボーイ、フリーはカタカナ、ボーイは英字です。ナイトテンポさんってどんな方なんだろう？そして、ナイトテンポさんとフリリーの喋りってどんな感じのテンポ感なんだろう？みたいな。ぜひ皆さん、そんな感じのをつぶやいていただければなと思います。で、メールもお待ちしております。メールは because@bayfm.co.jp because@bayfm.co.jp です。ではフリハタイの Because of You、 ナイトテンポさんをまずお迎えする前にこちらの楽曲を皆さんと一緒に聴きたいと思いますよ。フリハタイでシティ。 Because of You with I フリハタベイ FM、フリハタイのリコーツオブユー。改めまして、こんばんは、フリハタイです。では、ここからはゲストをお迎えしたいと思います。ではでは、早速お呼びいたしたいと思いますよ。本日ですね、Be With You、フィーチャリング、I フリハタをリリースいたしました。ということで、韓国人プロデューサーであります、DJ のナイトテンポさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。噛んでしまった。全然もう、カミカミじゃないですよ。めちゃくちゃ日本語上手じゃないですか。いやいや、ありがとうございます。いやなんか、今回、韓国と日本とリモートで繋がってるんですけど、なんか何気にナイトテンポさんとは先々週ぐらいにお会いしたんで、不思議な感じです。ですよね。僕も今、韓国帰ってきたばかりなので、ここが韓国か日本かあんまり感覚がないです。そう、本当にもう日本から本当帰ってすぐぐらいにリモート出演してくださって、いや本当にお忙しい中来ていただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。いつか一緒に出た方です。あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかなんやかんやクイックジャパンさんでもこうしたリモートでのインタビューだったんですけど、だんだんこうフィーチャリング企画もあって、プライベートでもお出かけする中ですよね。喫茶店ですよね。そう、先々週ぐらいに日本にいらしてるって聞いてたんで、ちょっと遊びに出かけましたね。はい。なんかお茶を、お茶会飲んで、はい。ああでもない、こうでもないって言いながら。まあ、いろいろ、
楽しいことをやっていきたいと思ってる二人なので、うん、まあやはりいろいろ話が盛り上がりますよね、お仕事も。なんか喫茶店ですけど、すごいこう、今こんな音楽作ってるよってナイトテンポさんが教えてくれたり、私もこんな方が、うん、あの今聞いてみたいんですよとか、なんかそういう自分たちの音楽のお話をその時もさせてもらいましたということでございましてですね、ここで改めてナイトテンポさんをご紹介させていただければなと思います。日本の80年代ポップスをこよなく愛し、竹内まりやさんのプラスティックラブをリエディットして、欧米を中心にシティポップブームを巻き起こした立役者でもある韓国出身のナイトテンポさん、今では日本の80年代アイドル、ポップスやシティポップをダンスミュージックに再構築するフィーチャーファンクというジャンルの人気アーティストであり、プロデューサー、DJ としても世界で活躍中でございます。ということで、ナイトテンポさんのご紹介をさせていただいたんですけども、まあさっきもちらっとプライベートでお茶会をしましたなんてお話をしましたけども、どうですか？インタビューが初めてでしたけど、初めてこう、会ってみての第一印象みたいな、ありますか？うん、もともとは、声優さんなので、うん、普段の声が、違うんじゃないかなと思ってたんですけど、うんうん、そのままだったから面白かったです。そのまま、あ、本当ですか。いや、嬉しいです。声優冥利につきます、うんうん、なんか私も私はもともとファンで、ナイトテンポさんのファンで、でインタビューしていただいて、でこうして共作というかフィーチャリングもさせてもらって、で最初はリモートだったんですけど、でもその時も日本語がめちゃくちゃ上手で、で、あとはこう、なんでしょう、すごいこう、クールな方だなって思いました。最初の第一印象。いえいえ、ただのおたごじゃないですか。しかも最近は、アメリカも行ったり来たりするから、うん、日本語の発音すごく噛むようになってしまって、ラジオとかテレビとかこう、出演するときとかもすごく言葉気をつけてます。もう日本語と韓国語と英語と、もうめちゃくちゃ上手ですし、で、確かそのインタビュー終わって、DM でやり取りしてて、その DM がもうそもそも日本語でのやり取りだったのもびっくりしました。打ってる内容とかが。うん。うん、お仕事をするためには日本語をちゃんと使うべきですよね。うん、すごいと思って。なんか、敬語とかもちゃんと、何ですか？すごいじゃないですか。なんか難しい単語とかも全然普通に喋れるから。私はもうなんか、うん、サランヘヨ、チョア、ポゴシプターぐらいしかわかんないから、韓国語。すごいなーって。ドラマだ、ドラマ。そう、ドラマ。そうです。もうそれぐらいしかわかんないんですけど。いや、でもほんと、韓国のお兄ちゃんって感じがしております、今は。ありがとうございます。ということで、先ほどもお話ししたんですけども、11月4日にナイトテンポさんに作っていただいた楽曲、Be With You フィーチャリングアイフリハタがリリースされたということで、これができた経緯みたいなものをこの番組でもちょっとお話ししようかなと思うんですけど、こう、どんなイメージで作曲をされたのかなっていうのをまずお聞きできればと思います。以前まではちょっと80年代に止まっていたんですけど、うん、どん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 いろんなものを作ってみたり、あとリミックスとかリエディットとか以外に、うん、もっと自分のオリジナル作品もいろいろ日本の方と作ってみたら、日本の90年代の例えば映像とか映画とか、うん、まあいろんなものからもすごくインスピレーションがいろいろあったので、うん、で、あと最近ちょっと余った時間に90年代の日本の映画を見るのが趣味になっていて、まあ、いろんなものを見ていて、まあその中で、まあちょっと印象に残っていた何個かの作品をこう元にしてメロディーを作ってみたり、で、あ、こういう音、こういう音で作ったら、こう映画のそのシーンを、こう再現できるんじゃないかなって思ったり、
でいろんなトライしてみて、こういったものを古畑さんとやってみたかったっていうことでこう提案をしました、うんうん、はい。なんかお時間忙しい中でもそういう自分でもディグルっていうか掘ってる作業をナイトテンポさんされてて、なんか差し支えなければどんな作品を最近見られました？これ日本と韓国のタイトルが違うんですよ、うんうん、あ、そうなんですか。韓国のタイトルだったら、うんうん、テストインなんですけど、うんうん、日本語だったらポポヤ。あ、へえ、やめた、全然違いますね。はい、うん、テストの駅務員さんに関してこう話してるストーリーだから。へえ、鉄道員。はい、漢字ですよね、漢字。あ、そうです、ポッポヤが鉄道員って書いてポッポヤって日本語、日本語というか日本の方では言うんですけど、いや、ポッポヤいいですよね、こう冬のね、はい、だったりもして、そんな中で作曲をしていったっていうので、ナイトテンポさんは本当に毎日作曲されてるんですよ、ずっと。で、もういろんなものからインスピレーションを受けて、もうちょっとでも時間があれば作業するみたいな。なんで今も作業してます、こんな曲書いてますっていうのをすごいいろいろ私も聞かせていただきました。で、その中で Be With You っていうものをいただいて、私が作詞をさせてもらったんですけど、私自身はいつも詞が先で音楽をつけてもらうっていうのが今までの活動の中ではそうだったんですけど、ナイトテンポさんから、まあ、徐々にこう音楽から、まあ、詞をつけていくみたいな作業になっていって、なんかこう聞くのもなんですけど、私の作詞のこうフレーズとか どうでした？ナイトテンポさん的に Be With You の歌詞、うん、僕は考えていた世界観とすごくぴったりな歌詞で、うん、で実際にこう言葉にして歌っていただいたんじゃないですか、うん、うんうん、スタジオでレコーディング、うん、うん、その時にあ、これだって思いました。わ、嬉しい。わ、その時もレコーディングもリモートでしたもんね。はい、うん、で実際にご会いできたのが、うん、MV の撮影の日ですよね。そうでした。そう、すごく中野のカフェで、でナイトテンポさんミュージックビデオも多分公開されてると思うんですけど、あれもナイトテンポさんがもうお一人でディレクションとカメラマンと、まあ、音声って言ってるのか分かんないですけど、もう全部やられたんですよ、編集もエディットか。本当何でもできる方だなって思いました、改めて。いえいえ、ありがとうございます。いやー、もう楽曲もさることながら本当映像も素晴らしいので、ぜひ皆さん Be With You フィーチャリング I 振り旗の公式ミュージックビデオもご覧いただければななんて思います。ではそんな中、本日リリースいたしました新曲をリスナーの皆さんと一緒に、ナイトテンポさんと一緒にお聴きできればなと思います。曲紹介はじゃあナイトテンポさんからお願いできればと思うんですけども、よろしいですか？もちろんです。はい、ナイトテンポで Be With You featuring I フリアタ。さあ、今日のフリハタイの Because of You は韓国からナイトテンポさんと、リモートでつながっております。では、ナイトテンポさん、ここでお知らせをじゃあお願いいたします。はい、先月10月7日に昭和グルーヴシリーズ第15弾ラムーナイトテンプレゼントザ昭和グルーヴをリリースしました。青山キラ物語とか少年は天使を殺すっていうすごい特徴インパクトある曲 を2曲をオリジナルマルチテープを使用して公式でリエディットしました。おあと、その次アメリカのシカゴでもいろいろ日本の楽曲をかけたり、うんうん、自分のオリジナル楽曲をかけたりしてで帰ってきました、うんうん、で12月11日から始まる SKE48 チーム K2 の新公演の楽曲制作もしました。お、今のアイドル の,、うん、あのトレンドを
変えられたらいいなって思いつつ、まあ、自分の作品のように作ってみました、うん、ですのでその他の新しい情報は内店舗の SNS でチェックしてみてください。はい、ということで本当に素晴らしい目まぐるしい活動をしているナイトテンポさんでございます。いろいろ気になるお知らせもありますけども、ぜひ皆さんナイトテンポさんの SNS チェックしてくださいね。ということでまだまだお話足りないんですが、お時間が来てしまいました。じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。皆さん、せっかくフリアタさんと素敵な曲を作れたのでたくさん聴いてください。あとまあこれからこの曲がまだ初めての共作なので、次の共作も楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。いや、やばい、第1弾っていう感じでまた第2弾第3弾と続けばいいなって私も思います。ということで本日のゲスト、韓国 DJ のナイトテンポさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。OGVFM AFM 78 Because of you with iFurihata。レイ FM からお送りしています。フリハタイの美香ズーブユー。そろそろお別れのお時間です。ということで、ナイトテンポさんが遊びに来てくださいまして、この番組としては、二人目のゲストさんだったんですけど、まあ、ほんと短い時間ではありましたけども、ナイトテンポさんと、こう、お話をさせていただきまして、いや、話足りない、リアルに。なんかこう、ミュージックビデオの話ですとか、まあ、それこそ楽曲の話ですとか、もっともっと掘り下げていろいろおしゃべりしたかったので、またどこかのタイミングでおしゃべりできればなと思いますし、もうナイトテンポさんは本当にもう尊敬すべきアーティストの方なので、もう本当にこんなに光栄なことはないななんて思います。ぜひ皆さん、まあ、第1弾 Be With You フィーチャリング I フリハタ、そして続く第2弾第3弾と出ればいいなって野望を抱きつつですね、お待ちいただければななんて思います。はい、ということでこのフリハタイの Because of You では引き続き皆さんからのメッセージを募集しております。メールは because@bayfm.co.jp because@bayfm.co.jp です。で、番組公式ツイッターもございますよ。で、ハッシュタグフリボーイ、フリはカタカナ、ボーイは英字。まあ、今回ゲストさんがいらっしゃったっていうことで、ナイトテンポさんのお話ですとか、こんなことが聞けたとか、こんな方だったんだみたいな、ぜひ皆さんつぶやきもお待ちしております。普通おたも大歓迎ですよ。では、ここからは私、フリハタ愛からのお知らせをさせてください。まずは何といってもこちらですね。私がボーカル、そして作詞に参加いたしました。ナイトテンポさんのニューシングル、Be With You フィーチャリング I フリハタが各音楽配信サイトにて配信中です。Be With You というタイトル通り、まあ私も作詞をさせていただきまして、もうジャケットも公開されております。とっても可愛らしいジャケットで、韓国のイラストレーターさんが手掛けられておりますよ。ぜひ皆さん、こちらの Be With You、フィーチャリング I フリハタ聴いていただければなと思います。そして私のセカンドカバーミニアルバム Memories of Romance in Driving も現在発売中です。こちらも各音楽配信サイトでも配信中ですので、どちらもチェックください。そしていよいよですね、今月開催でございます。11月19日土曜日大阪みそのユニバース、11月26日土曜日東京キネマクラブにてフリハタイサードライブツアー愛はハイテンションを開催いたします。こちらのライブグッズの事前通販を行っておりますよ。なくなり次第終了となりますので、お早めに。ライブで皆さんに会えるのすごくすごく楽しみにしております。もうすぐだ。さらにリスアニライブ2023の出演も決定いたしました。来年2023年1月27日金曜日エクストラステージに出演いたします。サードライブツアーリスアニライブのチケット情報やその他詳しい情報は私の公式ホームページ、もしくはツイッターやインスタグラムをご確認ください。さあ、ということでございまして、今回ゲストさん来ていただいたんですけども、なんと来週はこの番組100回記念放送マイナスワンと題しまして、生放送をお届けしたいと思います。うわー、早い。なんかついこの間生放送をやったばかりな感じがするんですけども、
まあ、この番組も長く続いておりまして100回目を迎えます。この100回目マイナスワンと題した生放送を行いますので、ぜひリスナーのフリーボーイズフリーガールズの皆さん集合してちょうだいな。ということで、また来週この時間にお会いしましょう。メイ FM フリハタイの Because of You、 お相手は会いたい愛して会いにっちゅう愛の三拍子フリハタ愛でした。